こも曇っちゃってるから何も景色の毛の字も見てねえからね、なんだこれ。そっか、その青春18切符を使いに行くってなると、え、もうどうする、明日から出るの。あ、いや、もう890で行くから。890で行くんや。でも今、高いからな、不安だけど。しかも890は高いだろ。まあ、89はまだ高いけど、90はまだ安いから。月間だから、祝日明けの月間。あ、9が祝日か、そか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 。でもやっぱ1万1000円ぐらいですよ。だよね。旅行収入慣れちゃったからね。マスクでいいのね。マスクでいいよ。すごいな。めっちゃ見にくい。だってめっちゃ飛ばしてくるんだこんな。これ。あれはだって80キロ制限みたいな道や。これなんか。Google マップだと絶対こっちが優先って感じするんだけど、めちゃくちゃこっちが肩身狭かったよ。なんだ一定数こっち出てたし、何がすごいって本当信号ないからね。カメラの向きを前に変えるためがないんだよね。このままついちゃいそうだよね、信号ないまま、はい、すげえな、富山道だね。これ伝わってるかな、この画像でこの坂道を運転するとさ言うて、ちょっと腰に来てるからね。あの腰が弱くなった、太ったから、腰周りはね、来るね。ちょっとさすがに腹周り落とさないとまずいんで。体重増えた、また増えた。80いとって、80から72まで落として、今76までまた増えた。肌に来てるかな、ね、それが。久しぶりにあのズボンのボタンがはじけ飛んだからね座った瞬間バチンってやべ、太ったここもまた集落があって、何がすごいって集落があるのに商業施設の一つもねえもんな。ないね。集会所と、ありがとう。どうやって生活すんねん。コンビニがないぞ、それでは。どうなんだろう、こういうところで暮らす方が楽なのかな、どうなんだろうね。まあ空気はうまいだけで、虫出るよな、絶対出るよな、蛇も出るだろう、この感じだと。猿も鹿もイノシシも出るんじゃない。なしゃれてるさ、いなべでいた時だって出たからね。まあまあいつか、いなべもこことそんな、ね、全然なんか今結構その田舎の、引っ越しましょうみたいなプロジェクトあったりするやん、都会の人がその、スローライフを送るのに、やっぱ結構トラブル起こってるらしいもんね。あの一番多いのが、どっちこれ？あ、これは、左。左。特にあの廃墟、廃墟になってしまったところとかをあの優先的に、ね、安く住めるようにしますみたいなプロジェクトあったりするやん。
局地元の集落の人、あ、ここはでも小学校現役なんだ。どうなんだろう、小学校か、小学校じゃね、この感じ。そうだね、なんか全部できる小学校後のなんか師匠みたいな感じだけど、師匠かな、いやー役所かもしれんな、うん、学校は多分ここ持たないですよ、こんなの。だろう、うん、最近じゃあやっぱ地元の人とのトラブルが多いらしいね、うん、の方になってくると寄り合いとかその独特の風習ってあるじゃん、うん、そのうちら言うてもいわゆる地方都市やからさ、うん、まあ住んでるところにはないうちなんかだとね、うん、言うてそんな町の方だし、うん、そんなにないけど、ちょっとなんかそれこそなんか田舎で仕事してる時だったら寄り合いとかあったしね、うん、だからそう東京の人に、その感じがしないでって言ったのが、地元だし、通じるでしょみたいな感じでさ、ちょいちょい、南クラスに行ったら、集落の外越えたらよそもんですからねって、うん、だから、内輪の人が入ってきたっていう感覚じゃないよ、四日市から来たら、それはもうよそ者なんで、うん、全然その内輪の人がやってるっていう感覚で捉えると大変なことになるんで、そこは気をつけてくださいって。あ、出た、桐生温泉。あと5キロ。そう、なんて言うんだろう、不分率ってあるからね、本当にそういうところは。いや、まあもちろんね、法律とかには触れてないんですけど、今ここはね、長年こういうしきたりやってますかみたいなことが結構あるやん、うん、まあ別にそれが日暮らしみたいなんだったらまた別だけどさ、話がなんかお金が絡むとかだとね、めんどくさいよね、うん、町内会取り、お金と時間、はい、うん、ゴミ当番出てくださいとか、なんか、うん、こんな雑用あるかみたいな、うん、まあ、ゴミ当番自治会って大体どこでもあるってあるんだけど、うん、厳しいところと厳しくないところって、うん、結構温泉あるから四日市市内でも本当に、うん、まあ、結構緩いところから一時期めちゃくちゃ厳しいところに行ったもんで、すごいところ、本当対面方式で全部中開けてチェックして、はい、OK 出してほしい、うん、ああというところもあるからね、全部ゴミの中見られる、うん、まあでも分かるよ、でもやっぱ分けへんと分けへんからね、うん、ちょうどここが境目だもんね、分水嶺がどっかにあるはずだから、多分近畿の方向かってると思うんだけど、これ多分近畿の方向かってると思う、はい、桜川とかそっちの方に そういう感じかな、川上川っていう川ですね、これが上の川に、桜井とかあっちの方じゃねえ、上の水方面から、うん、から
これに行き着くっていうわけじゃないだろうか。山城で、うん、